皆さんこんばんは。はい。ほい。ほい。月曜夜、ああじゃないや。9月23日月曜夜10時になりました。旅立ち夢大陸でございます。おい、3連休最終日でございますけども、皆さんいかがお過ごしでございますか？3連休の最後はたびたび夢大陸でお過ごしくださいませ。お鉄でございます。よろしくお願いします。はい、そしてですね、今日ちょっとクリオネさんがですね、お休みなので、今日は代打でこの方に来ていただきました。はい、この方どうぞ。今日だけなので安心してください。今です。よろしくお願いします。なんで安心してるの？じゃない、じゃないな。でもね、今日ちょっと歩くの心配。坂とか多そうだから。坂も多いし、じゃあ狭いとことか心配。大丈夫だよ。そうかな。大丈夫大丈夫大丈夫。前と後ろボコボコになったら大丈夫。タケルくんボコボコにしちゃうかも。俺なんかボコボコなの。なんか慣れたもんだぜ。前後ボコボコってバイオレンスひまちゃんですけどね。はい、今日ひまちゃん代打よろしくお願いしますね。はい、そしてはい、僕は、昨日の半沢直樹を見て最後出航させられたのを、ああこれリアリティあるなと思ってちょっと寂しげに見てました。よろしくお願いします。この見事なのでてくるよん。ちょっと、ね、現実味がある感じでね。でもね、やりすぎたんだ。土下座させるところはね、させなくてもよかったんだよ、あれは。ねえ。かなり反響あったみたいですけどもね。はい。北王子金也。総取りそこかみたいな。ねえ。ねえ。はい。半沢さんもね、そんな半沢さんもちょっと落ち込んだらきっとこのシムにしたら元気な気持ちになれるかもよということで、今日はこちらのシムでございます。じゃじゃーん、はい、目に入る景色と雰囲気がふとふるさとを思い起こさせ、そんな合間に垣間見るネタが魅力の日本人オーナーさん&クリエイターさんの緑シムさんを今日は旅をします。えい、今日はですねノートにしっかり書いておいたので、でもちょろちょろってなんか俺とひまひまちゃんは分かってたけど、ちょろちょろちょろっとなんかさ、ちょろちょろっとねちょろちょろちょろってなんかあったけど、まあまあ流れた感じで、なんとなくこうねいい感じで、自分的にはわい、ハンザーからいいつながりで持ってったなって、そうね、大満足でやりきった感じ。セリフがやらすぎてもね、いっぱいだったんですけどね。うん、ね、結構こいつ誰やねん。はい、この隣にこう僕の横にいるのはですね、この緑シムさんのですね、マスコットキャラクターイカ大将くん。あ、俺後ろ見ちゃった。イカ大将さん、これキャラ被るんだけど、身長的に一緒にこう歩くと、ほら歩いてくるって、テク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 ね。うん、なんだそれ。今日はですね、こんなイカ大将くんも一緒のたびたび夢大陸に。聞いてないよ、そんなの。なんか、たけるくんとこう背丈がいい感じで。そういうのっている？同じぐらいっている？必要ある？一回の番組で。なんだ。でも、もしかしたら俺来週も連れてるかもしれないよ、でも。なんだ、その入れ替えか？入れ替えじゃ。メンバーチェンジか、メンバーチェンジかどうかっていうのは、まあ、でもね、たけるくん目が怒ってる怒ってるから大丈夫よっていう感じでね。はい、そんなね、今日は、緑シムさんね、
皆さんで散策をしてみたいと思いますけれども、では旅に出発する前にこの番組のスポンサーシムの皆様をご紹介いたします。はい、この番組の番提供シムは J サポエリア86 SSOC 以上のシムの提供でお送りいたします。たけるくん SE ありがとうございます。ありがとう。うん、間違えたよね。ちょっとわ突っ込まれた、すごく気づかれたって感じね。ちょっと感じ申し訳ありません。あるよね。はい、という感じですけれども、こちらもじゃあ、あの旅に出る前にちょっと緑シムさんどんなシムかっていうのをね、簡単に説明の方させていただいてから散策の方をしてみたいと思いますけどもね。はい、こちらのですね、緑シムさんですね、スクリプト開発の実験上的な試みとして2011年9月に誕生したシムで、シムオーナーのスクリプトのスクリプター、スクリプトのスクリプト、スクリプトのクリエイターさんのクミホさん、そしてスタッフのチラルナさん、アコさんの3人によって運営されているシムとなっております。なるほど。はい、で2つのシムから構成されてまして、1つは今いる緑シムというシムと、あとは、南側に山吹シムという2つのシムによって構成されておりまして、はい、コンセプトとしては寂れた漁師町、時代に取り残された田舎町、ちょっと懐かしい港町というキーワードのコンセプトを造形担当のチラルナさんがオーナーの久美穂さんからもらい、その当時チラルナさんがリアルで体験し一番印象が強かった千葉県の銚子の港町の風景や空気感をイメージして建設を始めたそうですよ。はい、そしてですね、あの低スペックな PC でもパソコンでも楽しめるように、なるべく快適な環境にしようっていうのも心がけられているみたいです、はい、ね、そんな感じでございますが、じゃあ早速皆さんで散策をしてみたいと思います。では行ってみましょう、まずこう後ろを振り返るとね、よっそ緑町へってね、ウェルカムトゥ緑っていうね、看板がんですけどもね、はい、皆さんこちらでございますよ。ね、今日漁師町ということでね、ちょっと魚屋のお兄ちゃんチックな格好でね、私もこう。けど早い。早いよ。くーちゃん大丈夫かな。早くしなきゃ。大丈夫かな。ついてきてるかな。大丈夫かい。はい、そしてこちらにありますのはですね、町立緑小学校つってね、ちょっとこう。田舎の平屋の学校的な感じ、ね、ほらここにもあの普通学校って二宮金次郎が立ってるんだけどもね、このシムのマスコットキャラのイカ大将の、イカ大将が近代一、近代一、イカ大将なの、イカ大将がね、隣にいるのはイカ大将なのね。そう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 、このねシムのマスコットのイカ大将、今日ね私も、二宮イカ次郎ってスタッフを小木さん言ってますけど、ね、おい、じゃあちょっと学校のね中なんかもちょっと今なんてね、そんな学校昼間空いてとかって入ってけないからね。ねえ今は学校安全の問題でね、おい、なんだそこや、来ると学校だけどもなんかジャンタクがある、ジャンタクがあっていいのかい、こうなんか点数の点数表とか、わ、これタッチするともらえるみたいですよ、この表。あ、これ役？もしかして役もあるし、点数と役と両方表があるみたいですけどもね。点数って平和って書くんだ。あ、俺も知らなかったかも、それ。タンヤオ、ね、イーペーコー、イーペーコー、パンパイ役杯。あ、でもこの表いいな、しかもタッチするとタダでもらえるみたいだから、ちょっともらっとこうかな、俺もピッ、そうそう、どうも麻雀ね、皆さん大好きなのかなっていう感じ、ね、かけ麻雀禁止なんて、これ職員室なんですかね、職員室に麻雀卓があるみたいな感じ、先生が、え、何、ん、言っちゃう、何したらいいの、職員室、麻雀、
ねえ何を言ってる片言の外国人みたいな感じでやったら職員室麻雀やる職員室麻雀するねみたいな感じでねあのきっと麻雀好きなねなんでしょうねきっと皆さんね、うん、職員室を麻雀にして国士無双ってよく聞くよねあ国士無双ってなんかいい上がりなんでしょ確か一番すごいのって何いや俺ぶっちゃけ俺も麻雀あんまやらないんで全然わかんないあ、すごいよ国士ってスタッフのモニちゃん国士黒いのが国士じゃなくて国士無双ポーカーで言うとロイヤルストレートフラッシュ的な感じなんだこてつ今のロイヤルストレートフラッシュ全部巻き舌だったロイヤルストレートフラッシュフラッシュあ、役満なんだねスタッフのメールさんも役満じゃないか国士無双って言ってるまあ、すごい上がりということはね、これ分かりましたね。はい、そしてこちらに来るとちょっとなんかこう学校らしいね、教室がね、このあ学校の教室こっちが教室っぽいですよね。この2013年すすめポジティブ書き初め会ってね、こうきっとシムの皆さんでこう書き初めやったのがね飾られてるなっていう感じでね。なかなか皆さんこう素晴らしい感じで気がしてた。春野さんの初夢のやつ。初夢はサイエンスフィクション。なんかなんかかっこいいなーって。かっけえな。ねえ、おやつはスルメって、うんうん、あのイカ大将イカ絡みのシムだからやっぱスルメなのかなみたいな感じで。なるほどね。料理大好きイカ大将とかね皆さんの書き初めなんか聞いて、ね、ちょっとこうやっぱり。こう田舎の昭和の学校的なね雰囲気が出ててとってもうーんなんて思ってましたねはいじゃあちょっとまたね外の方に出てみましょうかねはいよ校庭の方を抜けながらでここにはこう校庭ね学校といえば、はい、鉄棒基本ですけどもね、はい、こう鉄棒もこれこう座るとねこんな感じでうん、ブラーンとかこうできたりとかね、うん、こういうとこあったのね器用に逆向いて座ったあじゃあさすがひなんかすごいあっねえねえ竹君もしよかったらやってみてって感じ俺今串刺しになってる感じですねえほんとだすっごい刺さってるよねすごい絵になってるよ、たけるくん。サクッ、何が起きたそうな感じでこう支えてるみたいな感じ。この子って、なんか、こう思い込んだらとかゴロゴロ弾いてそうな。そうね。ね。工程がこうあったりとかして。並びなさい。はい。あ、やばい。朝礼間に合わない。ピピー。朝礼だ、朝礼だ。たける先生の。朝礼が始まる全校集会が始まりますほーい先週の日曜日はい3丁目のレンタルビデオ屋さんでうん学生のにもかかわらずエロビデオを買いに行ったらそれだな誰だあ違う目をつぶって自分だと思う人は一歩前に出なさい先生怒らないから正直にお手つくん前に出すぎですごめんねはいわかりましたすいませんもう我慢できなくて思わず何日で書いたの2泊3日で150円だったんですけれども、うん、その後延長を1週間ほどしちゃいましたまだ借りてるのはいまだ借りてます先生募集するから募集したらまた延長料金かかっちゃうんですけど大丈夫先生が返してるから募集するからわかりましたじゃあたける校長先生にお渡しますうんまた完成してるのはいいよ英語気をつけるようにおいじゃあ今度はジャンルの違うやつを
もうちょっと、そんな、そういうのはちゃんと相談しなさい。わかりました。はい。はい。以上。ありがとうございました。はい。以後気をつけます。ね、でもこの朝礼台っていうか、この台とかもね、よくできてますよねって感じ。欲しいよね。ね、あとこっちの方来ると、あの、よく学校に、なんだっけ、これ、温度計じゃない。学用学校。そう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 。なんかもこう、ちゃんとあったりするんだけども、これちょっと開けたりすると、ほら、イカ大将みたいな感じでね。そう、このシムはこう、イカ大将がこういう感じで、イカ大将いっぱいいるね。いっぱいいるんで、イカ大将探しなんかもね、してみると。ね、うん。ね、感じで、いい雰囲気なね、ちょっと学校なんかもあったりするんですよっていう感じ。おい。そしてまだまだいいところがいっぱいあるのでご案内をしてみたいと思いますので、よいしょ、皆さんこちらの方へ。えってひまちゃんどうしたの？飛び上がるの？ひまちゃんの技術的なものは大丈夫、そういうスキルを持ち合わせないからね。そうかそうか、歩きながらジャンプをね、練習するのできない、できない、うん。で、あとこちらのシムさんですね、こう至る所にこう、このキックボード無料のが下山があったりするんで、これタッチしてね、このキックボードに乗って散策なんていうのもね、いいかも。シムちゃんなんで車道歩いてるの？わかんないの。車道に行っちゃった。ちゃんと歩道を歩いてる。よいしょ。ね、ね、こんな感じで、こう面白すぎるね。この辺の街並みもすごく、本当に港町みたいな。一緒。じゃあ真ん中、ここの真ん中あるけどね、ガードレールの上は難しいことができない。なんかガードレールに向かって歩く方が難しいんじゃないかなって。ちょっと見たらガードレールの上歩いて、歩いてる。そういうやついたけどね、昔ね。いました、いましたって感じ。うん。おーい。すごい。あ、ひまちゃん。あ、空き缶が今怒ってた、空き缶が蹴ったらカランカランカラン、カランカランカランって言った。すごい、この空き缶も結構至る所にあります。そうね、うん、はい。そしてこちらに来るとここにこうね、お店があって、こちらですね、ニムバスさんと言いまして、こちらの緑シムのスタッフのチラルナさんとアコさんのお店でございますね。こうあの音とかほらこっちに来るとこう、あ、かも、うん、壁はありますか？壁はないです。窓が。ないよね、ないよね。あ、ちょうど T が出てる。ちょ、もらっちゃおう、P。うん。イエーイ、ちょうど T が出てた。けど、K。次 K になった。スタンド&シットセットって、こう、三角棒腰掛け。ちょうど T 出た。もらっちゃった。ね、今ちょっと夢中になっちゃったけど、こちらのね、このお店のあのこう今目の前にこうベンダーがあるけども、この音がすごいいいっていうか、あのこちらのシムの音響を担当してるアコさん、音にこだわりがあるらしくてですね、ドアの音とか海の、なの音とかすごい、これいい音なんですよ。見てもらうと分かるんですけど、なのでこれちょっと、ね、うわ、素敵な音が、うんうんうん、ブーね、これだからこうちょっと材料的な音探して、いい音探してる人なんかこうちょっとチェックしてみせ見るのもいいかもしれないですよって感じで、うん、ね、ケル君またね、こういいのにブックソファーに座ってますけどもね、うん。あとラッキーボードもね、今俺ゲットしたみたいに設置されてたりとかもねしてますんで、こちらのお店なんかもちょっと覗いて、音すごいね、ね、すごい音がいいよ、うん、してるでしょって感じで、してるわ、うん、もうなんか、うん、スズメだわ。スズメサウンド、うん、あとドアの音とか本当ね、今スタッフのもんちゃんも言ってますけど、本当にこちら来たらね、ちょっとぜひね、こう聞いてゲットしてみたりしてもいいじゃない、かもしれないですよっていう感じ、うん、ねえ、ね、そんなお店なんかもあったりとか、あとこちらに行きますと、はい、漁協が
漁業協同組合ですか。そうですね、緑町漁業協同組合。 あ、 あとこちらにですね、こう、はい、目の前にクマがいますね。このクマもですね、こうタッチをすると、うん、こうクマヘッドがもらえるんですけども、コサックダンスを踊るクマがもらえちゃうんですね、これタッチでね。ピッとこうタッチ、今一生懸命踊ってるでしょ、うん、装着してみようかな。ピッ、ほらこんな感じで、うん、すげえ。装着するとコサックダンスが、コサックダンスをする。マジで着ぐるみじゃないけど、頭が、かぶり物がもらえるってね、感じで面白いでしょって感じであ、一生懸命踊ってる、一生懸命踊ってるって感じでねー、こんなクマさんなんかももらえちゃったりもするんですよ。そう、コサクマーってね、チャットでも出てますね。あとですね、こちらの緑シムさんですね、あのシムボードもアリーナなんかもね、上空にあったりして、ここからテレポーターがあるんで、こちらのテレポーター使うと